で続いて、えっと、モデルの作り込みのお話になります。で実際に、えっと、お正月メルの、えー、モデルを見ていこうと思います。はいえー、こちらが、えー、お正月メルの、えー、本番モデルになります。ブラシは引きほじにしちゃいます、えー。顔なんですけど、 えっと、先ほども言ったように、前作ったキャラを利用して、それを改変して、この今の形にしています。で、私は、えっと、顔を作るときに、えっと、トポロジーを考えつつ、形を整えるっていうのがすごい苦手なので、一旦 G ブラシとかで、トポロジーを気にせず、形を決めて、で、そのモデルをマヤに持ってきて、で、そのモデルを、えっと、ライブ状態にして、四角ポリゴン描画ツールとかで、こう、面を張っていって、トポロジーをこう。ああなんか,嫌か、嫌な予感が。 大丈夫です。はい。こんな感じで、面を張っていくようにしてます。で、えっと、はは、こちらは、一旦、まやで、こんな感じで、ローモデルを作成して、こちらも G ブラシに持っていって、で、また、まやに。 ジ、えー、ブラシでシでワををっってててままた前に戻すすことをしてます結構ハイポリでもう少しポリゴン削減したかったんですけど、まあ、このままでもなんとかスキニングとかアニメーションはいけそうだったので今回はこのままハイポリのまま進めてます。で、えー、髪の毛なんですけどちょっとこのサイドテールのデザインが結構デザインの段階から変わっていて。 デザインだと、こんな風になっているんですけど、これだと、ちょっと束感がどうなっているかとか、実際に 3D にしたときに、ちょっとどういう風になっているのか、なかなかイメージができなかったので、ちょっと 3D の方でいろいろいじりながら方向性を探って、ちょっとデザイン画とは違うんですけど、この今の形になりました。で、この髪の毛の作成は、えっ、ー、と、ブレンダーのカーブの押し出し機能みたいなのを使ってるんですけど、それと似たような機能が、マヤの マヤにもあって、えっと、メッシュスイープっていう機能なんですけど、それがすごく簡単で便利なので、この後、実際にこのメッシュスイープっていう機能を使ってえ、髪の毛のサイドテールの部分を作るっていうのをお見せしたいなと思います。はい、でメッシュスイープはえマヤの2022から導入されている機能で、 作業する場合は2022以降のバージョンで行う必要があります。メッシュスイープっていうのはこういうカーブがあってこれに対してクリエイトタブからスイープメッシュをするとカーブに沿ってチューブ状のオブジェクトを作成してくれます。でこれを使ってこのような紙,紙を作っていこうと思います。 でまず、えーと、こちらラフモデルなんですけど、えー、下準備としてラフモデルの中心を取るようなこういったカーブを作成します。でカーブのちょっとポイント数はなるべく少なめにして、こう制御しやすいようにしています。でもう一つ準備するのが、えー、断面用のカーブですね。こちら、円をぐにゃぐにゃに歪めたようなこういった形状を、えー、作成しました。でまず えベースのカーブを選んで、ここからえクリエイトハブのスウィープメッシュを押すと、まあ、こんな感じでチューブ状のえモデルが作成されます。で今回は、えっと、断面の形状は円ではなくて、こちらの作成したカーブを断面として使用したいので、ちょっとカスタムを押していただいてで、この状態で断面のカーブを選びます。そうすると断面が変わったのが確認できます。ただ、今ちょっと 割が少ないので、結構カクカクしてしまっているので、ちょっと縦の割を増やしたいと思います。で、このスイープメッシュの1個隣のタブを見ると、まあ、ここでえっと変更できるので、カーブプレシジョンというところをいじって割を調整していきます。今回は80個とかでいいかなと思います。でえー、っと、今、太さが。 かなり一定になってしまっているので、こっちのモデルみたいに根元と先端は細くて、真ん中は膨らんでいるような形状にしていきたいと思います。で、えっと、太さを調整するには、えー、テーパーカーブというところの、こちらをいじります。左の方をいじると根元の太さで、右の方をいじると先端の太さを調整できます。で、根元と先端は細くしたいので、下に下げて、 で、真ん中は持ち上げてって感じでただ今ちょっとカーブの保管がリニアになっているのでここからスプラインに変更しておきますで必要だったらこうポイント数を追加してここ形状をどんどん整えていきますこんな感じですかねで今ちょっと縦の割りが結構多いのでえー、と こ,れだったかなこのインターポレーションっていうところで割をちょっと減らしたいと思います70、はいで。ここまでできたら今度この左のモデルみたいにひねりを加えたいのでひねりを加えたい場合はトランスフォーメーションタブの中にあるツイストっていうところをいじります。で今回はマイナス1ぐらいにしておきます。これでひねりが加わりました。 でただちょっとまだ今パキッとして見える部分があるので、これはちょっと、えっと、ノーマルズっていうタブのスムージングのところをいじってスムージングの角度を調整します。これで滑らかな見た目になりました。でここまでが、えっと、ベースのカーブのえ、ベースのサイドテールの部分の作成になります。で次に、えっと、ベースの束にまとわりついているこの細い毛を作成していきます。 でこのらせん状のカーブを1から作るのはちょっと面倒なのでもうすでにできているこちらのモデルのエッジを選んでこちらをカーブに変換したいと思います。ここを選択して、でモディファイの、えー、コンバートからポリゴンエッジとカーブを押します。そうすると、エッジと同じようなカーブになって、ちょっとポイント数がこれだと多すぎて、制御がしづらいので、 えっと、リビルドをかけて、ポイント数を減らしたいと思います。とカーブを選んで、えー、カーブ数の、えー、リビルドのオプションを開きます。で今回は、えー、スパン数が5とかでいいので、一旦5にしてアプライをすると、まあ、ポイント数が減って、制御でき、しやすくなりました。でこのままだと、このカーブは束にまだひっついた状態になっているので、えっと、 根元とセンターをを除いたポイントを選択しでここにこのカーブに対しても、えっと、先ほどと同じようにスイープメッシュを、えー、作成していきます。でカーブ選んでクリエイトタブから、えー、スイープメッシュを押してで今ちょっと断面が丸くなってしまっているので今回は四角っぽい感じにしたいのでこちら隣の エクタングルっていう方を押して、これだと今真四角になっているので、ちょっと幅を細くしてあげて、で、えっ、ー、と、太さも根元の方は細く、真ん中の方は太めにっていう感じで、こういう調整をしていきます。なので、この場合はわざわざ断面用のカーブを。 作成しなくてもこっちのこっちの調整だけでいけます。で、め、え、り、っと、込んでいるところがもしあればカーブを調整すればそれに沿ってメッシュも動いてくれます。こんな感じで結構簡単に面白い形が作れるので今回は髪の毛だったんですけどスイープメッシュ結構いろんなところで使える。 便利な機能だと思うのでえ、ぜひ使ってみてください。はい、ここまでがえモデルのお話でした。